リーチの違反ではなく仕掛けや厄介の重なりなどを求めていく3品。いよいよ選ばざるを得ないか、字を切るかな。選ばん選ばん、まあ、俺は大悟ひろし、まあ、カウピアン絶対使うよと。選ばないことを選んでるんですよねこの人。哲学みたいなこと言いますね。めちゃくちゃいいこと言いませんでした俺。いや選ばない、朝倉さん、はい、選ばないことを選んでるんです。意味わかりますよね。なんかうわか、ね、聞こえ方によってはすごいダメ人間みたいに聞こえますけど。バレてるないろいろ。選ばないことを選んだ、ね、重要な人生の岐路で俺は選ばないことを選んでんだよって。いやそれ開き直りじゃないですよ。あの選ばないことを選ぶことのこの、はい、あの苦悩だって、はい、関連品残したいし、はい、三品の、まあ、ウーピン出ちゃうけど、うん、シャンポンも残したいんですよ、はい、でも何の重なりだってチュンだって、はい、全部そう。だから関連品は泣くっていうのはその涙を飲むし、うん、三品にも涙を飲む。でもそれ以外のことは全部許さん。うん、まあこれでね多圧も炊いたんで基本的にはメンツ手という、うん、メンツ手というか普通にリーチ手順になりましたかね。はい、いやでも面白いですね。はい面白いです、うん、赤ウピンは絶対使いたい、役も消したくない、はい、重なりも見たい、うん、なんか欲張りみたいに聞こえてきましたね。朝倉さんとこの息子さんみたいな感じじゃないですかこう。わがまま気かもしれないですよ。今イヤイヤ気かもしれない。イヤイヤ気ですか。でもイヤイヤ気でも可愛いんじゃないですか。いや可愛いです。そうですよね、はいはい、なんか SNS 見てると、うん、朝倉さんのこのお子さんをね愛してる感じがね、はい、伝わってくるんですよ ね目の中に入れても痛くないでしたっけ。そうです。痛いですけど痛くないです。今度入れてみてください。いやいやいや。たまに目つぶしくなりますけど。おチートイのイシャンテン、チートイツイシャンテンですし、伊達からするとスーアンコーのリアンシャン、サンシャン、リアンシャンテンかな、サンシャン、リアンシャンテンか、ツモスリアンシャンテン、うん、なんか関連牌はパーピン1枚しか切られてないな。24パーピン3層、はい、パーピン1枚リアンピン1枚4ピンもちもち、うん、あらスーアンコーはちょっと厳しい。なんだ9層か、うん、じわじわ来ましたね、はい、内川さんも縦横あるってなんだけどこのメンツできたらしょうがないかな。うーん、パーソー切ってリアンシャンテン、うん、おースーソー切った。これでまあチートイツか、はい、スーアンコーかトイトイか三層の受け入れも残して目いっぱいです。太郎メンタンピンからイーペイコーまで、すいません、3を切るか6を切るかで悩みましたが、はい、6を残すと一応ちょっとだけ3色があったのかな、ほう5、6、7、3色への渡りがもう1段階ずつ上に上げていくような、はい、うん、でまあリアンワンがドアなんで、でションパイじゃない、あションパイじゃない、ごめんなさい、1枚切れたか、だから悩んだのか。すでに太郎がドラのリアンマンを打ち出しています、はい、赤赤の親番大吾、うん、ここで少し手を戻します。そうですね、もうちょっとツモが効かなかったんで順目との兼ね合いですね、はい、これ以上はただただ危険になっていく可能性があります。伊達のスーアンコーのキーパイ3層が1枚打たれました。さあ太郎さんはこれはツモ切りに見えますけどね、うん、ツモ切りますね。ウッパー層ウッパーマーに換算層の受け入れもついてる、はい、いい形になっています。伸びてきません。いやみんなツモが効かない。そうですね、ウーピン、いやーこれ以上熱く持ちたくないけど、うん、ギリギリですね、切りましたね。いやー引かない、いやーじれる、この大事な何の2曲じれます、じれております、皆さんじれてます。おーウーピンも切るんだ。赤ウーピンはどうせ切らんと。でもねもうこの順目じゃないですか、はい、テンパイ組むためには結構大事なウーピンでしたけどね、うん、安全度も高いし、はい、ウーピンも今通りました、はい、あ来た 地獄の短期の初闇点だ、うん、リーチはどうですか。打たなかったですね、まあ、この点数状況なんでリーチも全然ありました、はい、ありますよね、はい、まだあの安全なトップ目ではありません、はい、ただ自分が行くと相手のチャンスともを生き返ることができる、うん、まあ、すぐねリーチかけられる順目かもしれないんで、はい、まあ、追っかけられる可能性ある順目なんで慎重にいったってとこですかね。
まあ、でもこれを闇店でも1600点、はい、だって私は大丈夫なんだという裏返しもありますよね、うん、これ3200点とか6400点とか3600点とか狙いん？いいシャン点狙いたい点を見えるが闇店だ。あ、ドナだ。これドア短期のダマ点になるんじゃないですか。1枚出てますですね。ドア短期の闇店、これ太郎さんまだ危ないよりあんま、あと1枚ある。うわぁ、大悟さんは？大悟さんは赤、いや、リャンマンの起きるかもしれないよ。いや難しいですね、大悟さんは。赤ウーアンの起きるかな。赤ウーアンの起きりますか。パーマ通ってますね。はい。内か目いっぱいのウーソあるか。順目がない。もうこの順目ならウーソかな。ローマンが何枚出てるんだ、これ。いい番つもぎった。うん。サブの番が薄かったか。ちょっと薄そうですね。はい、サブの番薄すぎましたね。ペイは自分で切っている振り点。太郎さんが何にも引かない。あ、初なぜ引かない。初初ね、臨時国短期リーチだな。はい、おそらく上がってはいましたねですね。うん、いや難しい選択ですね。いよいよ白で、ここで第5も目いっぱい。なんだイーマン、リャンマン1枚ある。積もったらでかすぎる。チーピンは打ちやすそう。太郎さんには通ってます、はい、ちょっと前に捨てられています、うん、うわー、打ったわこれ、ね、無理だ。6400、チートイドラドラ6400、伊達の上がりです。トップ目の伊達、大悟の絵を流すとともに64の加点大きいですね。大きすぎます。いやお見事。いやファイトクラブ2024年初トップを取った高宮に続いて、昨年の MVP 伊達が連勝で続くか。昨日っていうか一昨日、はい、水曜日は M リーグないので火曜日に岡田堀でチーム連勝してるんですよね。はい、でそのちょっと前にはアベマズがチーム連勝してたり、2024年になってもチーム連勝の勢いは止まりません。その前にはサルカーと菅原もやってる。だからこれすごいっすよ、うん、確かにチーム連勝めちゃくちゃあるな。1、2、ん、ちょっと待ってよ、1、2、3、今日もししたらですね、はい、9開催のうち、はい、年またいで、はい、年明けて4回目の連勝になりますよ。多すぎません？なかなかすごいですね。多すぎますよね。まあ、平均というか、まあ、あのすごいしょっぱい話をすると、朝倉さん、はい、この状況において、はい、可能性の話したら本当にもう俺無視しますよこれから。毎日 25% の確率で連勝を取ります。堂々と正論ど真ん中投げてきましたね今。